どうも、ゴルフプロの三田です。今回は、パッティングの基本中の基本、握り方と構え方、この2つですね。握り方、構え方、この2つを皆さんに覚えてほしくて、この動画を作ってます。家でもゴルフの練習はできます。パターは大きく振ることはありませんので、安全にゴルフの練習できますから、ぜひやってみてください。最初にチャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いします。では、早速いきたいと思いますが、グリップ、どう握るかということなんですが、通常のショットのグリップありますね。もちろんそれをしっかり覚えていかなければいけないんですが、その状態から作っていただくといいと思います。通常はオーバーラッピンググリップだったり、インターロッキンググリップだったりということなんですが、パッティングの場合はリバースオーバーラッピンググリップという握り方が標準の握り方になります。で、通常のオーバーラッピンググリップは右手の小指を使わずに、これを最後に上に乗せる感じ。ですから、グリップを握っているのは、小指以外の9本になるわけですね。で、インターロッキングの場合は人差し指も使ってませんが、まあ、基本的には右手の小指を使わない状態で握ってますよということです。で、このグリップをリバース、反対にします。反対というのは、この上になる指と下になる指が反対になるだけです。ですから、ほとんど変わっているような感覚はないと思うんですが、これが通常のオーバーラッピング。で、パッティングの場合はリバース。人差し指を使ってなくて、右手の小指は使ってる状態ですね。右手は5本全部使ってる状態で握ります。こんな感じで。で、左手の力がちょっと抜けたり、あとは、肘がちょっと張るような感じになるので、これでストロークした時にまっすぐ動かすことができます。そして、このパターの前面部分、ここ平らになってることがほとんどです。ですから、ここに親指を両方乗せる感じにもなります。通常のショットの場合は、キュッと腕を絞るような感じになるんですが、少しそれをほどくような感じになると思います。ですから、左手の親指も真ん中だし、右手の親指も真ん中に乗せるような感じで、そして、この左手の人差し指が右手の小指の上、まあ、違う指にまたがっても構わないんですが、まあ、どこともなくですね、なんとなく下ろしていただければ大丈夫です。これで、基本的なグリップっていうのは作ることができます。親指は両方真ん中。そうすると、実際のショットよりも少し腕の絞りが緩む感じになりますので、そうすると肘が少し外側に張るような感じになります。こんな感じでグリップを握っていただければ大丈夫です。で、構えとしては、スタンスはあまり広く取らない。まあ個人差もちろんあるんですけど、まあ肩幅よりも少し狭い。腰の幅ぐらいかな。もちろん腰の幅がほんと狭いんですけど、まあそれよりもちょっと広いぐらい。まあ肩幅から腰の幅ぐらいの範囲で大丈夫だと思います。それで正しく握って、構えていきますが、膝は軽く緩めたまま、パターは少し短く作ってありますので、前傾姿勢も少し深くなると思います。ボールも真上から見下ろしている感じになります。ボールは左目の下に来ます。このクラブのシャフトがど真ん中に来ますので、ボールがちょうど左目の下に来て、このシャフトの部分がど真ん中。当たるフェースの部分も本当に真ん中に来るような感じになります。これで、グリップと、あとは構えですね。を作ることができます。足は肩幅から腰の幅ぐらいで、グリップはリバースオーバーラッピンググリップという、左手の人差し指を使ってない状態で、親指は両方真ん中に乗せた感じ。そして肘は少し曲がっているような形になって、膝は軽く緩めて、前傾はちょっと深く、真上から左目の下にボールが来るように構えますよ。シャフトはまっすぐ。フェース面もちょうどど真ん中に来るような形になります。ここまで来たら打つ体勢が取れますので、あとはストロークしていくということになります。今日はまずこの握り方と構え方、この2つを正しく取っていくということがすごく大事なので、これをお伝えしましたから、まず打つ前にこれらを確認してから打てるように、そしてこの形がスムーズに取れるように、実際にコースに行ったりすると傾斜を読んだり、いろんな見なければいけないことたくさんあるんですね。他のプレイヤーもいますから、ラインを踏まないように気を使ったり、プレイのペースを配慮したり、いろいろ考えることってあるので、これらのことはもう本当に無意識できるようになっていくと、自然にそれ以外のところに気が向いて、ストロークが安定してくるような感じになりますので、今日はグリップ、そして構え、この2つをしっかりできるようにということで、リバースオーバーラッピング、そして構えをしっかり取っていくということをご紹介しましたので、まずは皆さん自分のパッティングの形がどうなっているかっていうのを確認してやってみてください。意外とこの基本ができてない方っていうのが多いので、それを一つ一つ確認しながらやってみるのが大事だと思います。ぜひね、ゴルフの上達は、一朝一夕にはいかないので、日々のこの積み重ねが大事だと思いますから、頑張ってやってみてください。では、さよなら。